コンクの時のミサあるいはネルソン・ミサ奉望圏。22-11はハイドンによる14曲のミサ曲のうちの一つである。二短調。ハイドンの作品の工程を数多く手掛けた。音楽学者 H.C. ロビンス・ランドンは、ネルソン・ミサについて、間違いなくハイドンによる作曲の中で最も素晴らしい作品だと述べた。ネルソン・ミサは1798年の作品であり、 エステルハージ家のために作曲された6曲の後期ミサ作品のうちの一つである。ネルソンミサが作曲された頃には、新聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世によって1780年代に行われた改革の影響で複雑な教会音楽が以前に比べて一般的でなくなっていた。ネルソンミサを含むハイドンの後期宗教作品には、ロンドン公共局の影響が見られ、 独唱と合唱及び還元楽の両方に重要な役割が与えられている。ハイドンのパトロンであったニコラウス・エステルハァジは政治的にも経済的にも不安定な状況にあったため、ネルソン・ミサの完成の直前に楽団の管楽器セクションを解雇してしまっていた。そのため、ハイドンは弦楽器、トランペット、ティンパニ、オルガンのみからなるダークな楽団で演奏せざるを得なかった。 その後、広大の編集者が木管楽器パートを創作して付け加えたが、近年の演奏では原点版の編成が再び受け入れられるようになっている。ネルソン教のミサという題名の由来となったネルソン教本作品を作曲した1798年には、ハイドンの名声は頂点に達していた。しかしながら、ハイドン自身は不安と混乱の過中にあった。 ナポレオンが一年足らずの間にオーストリアに対して4回も戦勝を収めていたのである。その前年、1797年にはナポレオンが率いるフランス軍はアルプスを越えウィーンを脅かしていた。1798年5月にはイギリスの交易路を立つためにエジプトへ遠征を行っていた。かくして1798年の夏はオーストリアにとって 恐怖の時代であり、ハイドンは作品目録において自らこの作品をン句の時のミサと名付けた。初演は9月15日であったが、8月1日にはナイルの海戦でホレーシャネルソンの率いるグレートブリテン王国艦隊がフランス艦を撃退していた。この偶然の一位置本作品は次第にネルソン教のミサと呼ばれるようになった。1800年には、 ネルソン自身が、エマ・ハミルトンと共に、エステル・ハージ宮殿を訪れ、おそらく本作品の演奏を聞いた。この出来事によって、ネルソン教のミサという呼称は、決定的なものとなった。ハイドン、コンクの時と名付けたのは、上実のような時代背景に加えて、ハイドン自身が、その数ヶ月前に、天地創造の作曲及び初演を行って、相当疲弊していたからであるとも考えられる。 また、より単純な理由として、木管楽器を書いた、不満足な楽器編成を強いられたことによるのかも、しれない。4パートある、独唱のうち、ソプラノとバスには特に技巧的である。バスパートはおそらくクリスチャン・スペクトのために、そして、バス以上に高い技術が要求される。ソプラノパートは、おそらく、バーバラ・ピルホーファーあるいはテレーズ・ガスマンのために書かれた。 初演は1798年9月23日にスタートプファール教会で行われた。初演会場は当初バーカー州の予定だったが、わずかに変更された。歌詞はカトリックのラテン語ミサ文から取られており、わずかに変更が加えられている。楽曲はキリエ、グローリア、クレド、サンクトゥス、ベネディクトゥス、アニュスレイからなる。それぞれの歌詞については、 ミサ曲ミサ曲の構成などを参照。演奏時間は約40分。4人の独唱者、4部合唱、トランペット3、ティンパニ、オルガン、弦楽合奏。後に編集者により、フルート、オーボエにクラリネットにファゴット、ホル2が追加された。ありがとうございます。